はい、皆さんこんにちは。漫画家の島田真です。あ、いやすくです。皆さん今年もどうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら2023年。今日珍しくさ、よろしくお願いしますって言わなかったね。ありがとうございました。今年最後の動画だから。ということで、今年も、毎年恒例の、今年描いたイラスト振り返ってみてみようという企画をやっていきたいと思います。今年はなんか俺あんまり記憶ないんだよね、描いた。私もなんだよね。年々もう1年早すぎて記憶ないんだけど、今年の動画全部見てくれてるって人は、あったな、こんなのみたいな感じで、実はちょっとね、見過ごしてますみたいな人も、ぜひ、あ、こんなの描いてたんだみたいな感じで一緒に見てってください。はい、それでは早速やっていきましょう。ではバンバンいきたいと思いますよ。じゃあアナログイラスト編からいきたいと思います。はい、まずはですね、こちらのイラストです。こちらは AI 化した私を、さらに描いたイラスト。やったわ、そんなの。ってことでこれ私です。さあ、次のイラストこちら。これはね、なんか絵文字を合成するっていう企画で描いたイラストだね。これもそうだね。あったわ、こんなの。これ次、こちら。これ、カービィをなんか右左どっちで描いていた、ショートで描いたイラストだ。今年ショートが多かったんだ。カービィ女子だね。これは秋の子供とかいうテーマで描いた。で、これはなんかね、平成大人とか、あれなんだったか忘れちゃったけど、そんなテーマで書いた。いや、なんかイケてるわ。これ我々世代。私やっぱ生きしてるよね。平成の人間書くとき私すごい生きしてんのよ。時代がね。うん、いいよ、いいよ。これはなんだろう、なんか YouTuber を書いたんじゃないかな。なんかそうだな。押したやつだけ押したらみたいな。だからね、なんかね、いろいろ組み合わさってるんだよ。単発、YouTuber、ね、で、クールとかね。ぜひね、これで気になるイラストがあったときはね、その動画をもう一回皆さん見直してほしいですね。いや、ショートだから多分すぐわかるよ。これなんかはクマとか星とかそういうテーマだったかな。星の愛ちゃんみたいな目してるね。はい、完全に意識しちゃってる。そんなゾンビになんかマフラーだったのかな。マフラーの結果で覚えてくる完璧でこれ。指もこんなのだったのかな、もしかして。ああ、指か。これ結構私お気に入りなんだよね。虹にユニコーンにこうパーっていう絵文字だったの。ああ、だからポーズもこうなんでね、私ね、これのこだわりが一個あって、ほら、ショートってなかなか語れないじゃん、絵に対して。語れない、確かに。虹、ユニコーンでパーだったから、全部が陽気なものを引いちゃって、絶対みんな陽気な絵で来るだろうなって思っただろうから、私、あえて女の子だけ超闇系にしたの。なるほどね。超病んでるでしょ。ああ、そういうところを、ちょっとここで語って。逆にこう、見てる人の意外性を引きたくて、なんかあえて髪とかすごい虹なのに、なんか毒々しい闇感みたいなのを出してみた。確かに。普通はもっと明るい感じで来ると思うもんね。でしょでしょ。だからちょっと今でもこのイラストは気に入ってますね。お気に入りイラストらしいよ。そうなんだ。次こちらですね。これはなんか、犬ヤンキー、なんだろうね、切れてたんじゃないかな。ドッグ連合って書いてある。関東犬愛好家って書いてある。俺ちょっとこれ好きだったけど。あ、なんか犬にね、天使の羽みたいな出した。裏にもあるの、これ。裏にもある。裏にもあるの。これはなんかお金の魔法使いみたいな、なんかね、雫みたいなのが出たんだと思うんだよね。これこっち、パリッピ。もうテーマはほんと何かわからない。星。パリッピ。そしてこっちには、なんかイケイケカップル。もう両方。これなんかもうディズニーや。両方パリッピやん。で、こっち。これはなんだろうね、ハートとヘッドホンなのかなんだか私もわかんない。なんかさ、二極してない、ちょっと闇系女子か、ほら、イケイケ。私闇系女子かパリッピしかわけないんか。これはなんだろう、クマ忍者。これ俺結構な、島って書かなくて。そうね、私そもそも忍者とか書かないもん。すごいなんか、なんか良かったよ。あとこれ。これは結構気に入ってるね、これも。これもチャイナだから好きなんだよ。チャイナだから好きなんだよね。パンダを引いたんだけど、カラフルも引いちゃったの、虹色のパレット。あ、パレット、そう、パレット。そうで、パンダでどう表そうと思った時に、やっぱパンダが白黒じゃん。だからカラフルなものに憧れてるって設定を書きたかったの。なるほどね。で、ちょっとストーリー性をやっぱ持たすことを私はイラストには大事にしてるから。意識してんだね。そうそう。これはなんだろう、もう唇嫌がるね、こっちそのまんまかな。あ、これはね、結構みんなからね、コメントが来たんだよね。俺これ、なんか、やっぱ少女漫画家っていう感じのやつだったよ。やっぱ男子高校生涙失恋だったかな。うん。やっぱこういうの書いてほしいよね。やっぱ。まあ私の職業的に。職業柄ね。これはね、なんかね、違う。これね、一個動画で言えなかったから説明させてほしいんだけど、S 君が動画の編集ミスって、ペンギンを私私は引いたのに、あ、俺ハトしてる。ハトの画像を乗っけたから、みんなからコメントなんで、え、絵文字ハトじゃないですか、これペンギンちょっとハトじゃないですかって来てるの。でもちゃんと俺が、コメントの一番上に、ね、俺のが。そうなのよ。これ、実は S 君が編集ミスったっていう思いで。これはアンパンマンだね。アンパンマンだねっていうか。そうだね、アンパンマンだね。これはクールな赤髪だね。でもガリガリ君食ってんじゃん。クールだから。あえてクールとかね、お題が冷たいだったの。それをガリガリ君で表した。だから冷たいをガリガリにしたのね。これニャオは擬人化だね。これシンプルやかわかるわ。これなんだろう、わかんない。なんか猫。これなんか猫。ね。もう覚えてないな、この辺。これもう全然覚えてない。記憶ない。パリピだね。いや、出たパリピなんだよ、もう。これギャルだね。これはハロウィンっぽいけど、なんだろう、なんかね、トリックオアトリートみたいなお題だったのかな。まあ、ハロウィンなんだよ、きっと。ね、ね。こっちはなんだろう、囚人みたいな服着てるけど、誰が囚人だろう。基本しかもなんか赤髪多いよね。多いね、好きなの。っていう感じの、こう、ショートイラスト系でした、今。これは、世代別のイラストをページいっぱいに書いてみたっていう。3人で、斎藤と S 君の3人でやったやつなんだけど、これそう、昭和じゃないか。ラムちゃんとかがいるし。いいね、鉄は。斎藤うまいんだよね。昭和のイラスト斎藤うまいよ。うまいんだよ、そう。次は、こちら。これ平成だね。マジ世代だからな。いや、平成いいね。私逆に生き生きしてるもん、すんごい。生き生きしてんだ。うまっな。そうだな。S 君だよね、これで書いてる。これ俺がだよ。斎藤ここじゃないか。そうだな、セイヤーって書いてる。あ、これが最後、令和だ。令和は分かるんだよ。令和もう我々ただ黙々と書くっていう、いつも。うまっ。ね、楽しかった。私、これ、パワちゃんが、まだアニメやる前かやってたぐらいで、うん、というか、パワちゃんが好きだという愛を語ってたと思うんだよ。アーニャだよ、顔をこれ出して。そうそうそう。これ、斎藤の歌、顔ね。いや、歌ちゃん、そういえば私まだ書いてないんだ、一度も。歌ちゃん書きたいよ。一度も書いてないんだもん。なんだこれ。五条先生だよ。お、結構上手くない俺これ。俺あんまり令和しかもなんかもう力尽きて書けてないや。そうだな。これ、永遠の消防隊でしょ。そうだな。これはジョリーン。ジョリーンだよね。で、これしかもおもろ。そう、だから、令和になるにつれて、我々30代の体力がなくなってきて、徐々に絵がみんなでっかくなってくるっていうね。数も少なくなる。そう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 。次、あ、これも結構懐かしいね。これでもまあ最近じゃ最近か。これ昭和女子、平成女子、令和のまあ女子高生を書いてみたっていう企画。そうそうそう。でもだから平成がやたら我々の会話が盛り上がっちゃったっていう。もうやたら平成の時間だけめっちゃ長いっていう、ね。俺ね、あれ本当は多分なんか2時間くらい多分喋ってたのよ。で、平成の部分だけが多分ほんと4、50分くらいあって、俺マジすんげえ切ったんだもん、長すぎて。いやもうじゃあ自分たちも時代すぎて、あったあったとかって言いながら超喋っちゃったんだよね。今度これはキャラクターの色、イメージの色別に描いてみる。これは赤ね。赤だね。なんかでもさっきのさ、昭和、平成、令和とかのさ、方がさ、なんか密度多くなかった。比べるとなんか、多分、あれ1回目にやって学んだんよ。最初にあんま時間かけちゃうと、後半も持たない。持たない。そうそう。少なめにしたの。そうそうそう。いや、これはみんなこう、赤のイメージのキャラを描いてる。珍しいよね、シャンクスなんか描くのね。珍しい、珍しい。いや、でも一番はやっぱり、今見ても怖い、ほんとに。俺でしょ、俺。やっぱり。なんかこの、ムックの毛が病的なんよ。斎藤のゴンのがうまいからね。でもさ、これ反感買ったよね。ゴーの色は緑だって、赤じゃないみたいな。斎藤主人公は赤みたいなイメージとか、なんか念の色みたいなやつやったらしいんだけどね。最初はグーだから。ってことは次青が来るんだよ。青だね。ああ。やばい。なんかトリコ怖すぎ。トリコな、まあでも分かんなくはないか。青峰くんだ、これ。うまっっていうか、うめえ。懐かしいな。ラキスタラキスタラキスタ。半魚丼とか、うまい、スティッチうま。これ私だ。斎藤はやっぱうまいよな。コッシーとかね。な。え、これはそれ青木さん。今見てもわからない何か。え、これはこれ海馬。わかんないよ。でもさ、これ俺書いてるからやっぱわかるんだよね。でもさ、青鬼はうまくね。むしろ青鬼うまいよ。ここトーマスやから多分これ。いやもうさ、青鬼とトーマスセットでめっちゃ怖いんだけど。緑、でも待って、緑になるとスカスカになってきてる感あるわ。ちょっとこの辺スカスカだよ。ちょ私が。あ、斎藤がもうさ、明らかにスカスカだよ。力尽きてんだよな。これ本当、今見ても本当面白い。なんで顔だけ塗っちゃったんだろう。だから体は多分力つきたんだよ。やっぱ塗れなくなっちゃった。犯罪者のやつ。犯罪者のガチャピン。かぶってるやつ、泥棒ガチャピン。マイクラのあれ、クリーパーだけ。ああ、クリーパーいいね。ゾロでしょ。あ、ゾロ、結構うまくない。わかるでしょ。わかる。ピッコロだけなんか耳がおかしいんだよね、俺。ヨッシーでしょ。ヨッシー。意外にわかるよね。私でもイメージ通りだよね。ミク、デク、ケロ。俺のこれがひどすぎるからって。あ、もう一回書いた。だってこれわかんないでも何か。という感じで以上アナログ編でした。じゃあ次。ああ、まあ一回書いたわ、結構。いや、おもろかったわ。次デジタル編を見ていきたいと思います。まず1枚目こちらです。これ、この中で一番好きなキャラを教えてくださいっていう。やったわ。ゆるキャラ総選挙っていうのをうちのチャンネルでもやって。やった。これ誰が考えたキャラか。あえてもここでは言いません。動画ぜひ見て、これ誰がどのキャラを考えてるかっていうのをね、想像してみてください。でももうアイキャッチでできてるから分かっちゃうよ。まあね、優勝したキャラがどれか分かっちゃう。カマピョが優勝してるけど、シンモと斎藤 S 君、こっちゃんがそれぞれ考えたキャラだからね。ああ、おもろかったな。やったわ、こんなのも。さらにこれ、懐かしいね。黒板アート、黒板アートだね。あ、S 君の斎藤バージョンもある。ああ、よく書けたと思うんだよね。俺は斎藤だけじゃないんだよ。ちなみにスタッフに協力してもらってね。あ、これカラフルピッチの言わんが、これチャンネルで書いたやつじゃなくて、私が練習で書いて SNS に上げたやつ。こっちゃんがもうすごいカラフルピッチ好きで、すっごいゆわんくん書いてくれ、ゆわんくん書いてくれってやって書かしてもらったやつですね。あ、この辺もそう、もう全部 SNS 用に書いたイラストだね。これかっこいいよね。さっきのが3月9日生まれと、やっぱ3月9日の卒業だから。あー、なるほどね。合わせて書いたイラストですね。あ、これは YouTube で書いたやつだ。これなんだ？こっちゃんの指示を受けて、小学生の理想通りイラストを描くみたいな。あー。だからこっちゃんに髪型はこう、ポーズはこうとかって言われた指示のまま描いたイラストだと思います。これは可愛い。これはニコニコ動画の案件で書かせてもらったイラストだ。これ本当はアナログのイラストなのよ。これもよく書けたよね。文字のとことかあえてこう裏返して、こう字幕みたいにして書いて。これはすごいよかった。あ、これ SNS に書いたやつで、こう最近の自分のハマり男子みたいな一時期シリーズ化して書いてた。やってた。で、これは本当に見かけた男子。ピンク髪にピンクのモンエナ。で、ピンクのビニール傘を持っている男子を見つけて。こんな人いた？電車で私見つけて、ガン見してその人やべえ、イラストにしなくちゃみたいな。柴田先生のガン見めっちゃ怖いからね。エモみたいな。これはシンプルに私が好きだなと思うデザインで描いた。なんかこう中性的な男子で、すっごい派手な柄シャツとかが好き。なんだったらこうちょっと入れ墨みたいにしてるのでいいみたいな。でも結局やっぱこのイラストは柴田先生にしか刺さらないっていうね。視聴者の好みにはガラシャツは入ってこない。そう、書いてはない。これは別の企画でそうだったね。で、これは視聴者の好みでっていう。なんかね、これね、視聴者っていうのもインスタフォロワーの好み。インスタの、なんかみんな好きな男子のポイント教えてみたいな私がアンケート取ってみんなに書いてもらったら、こういうピアスがバチバチとか、黒髪マッシュ、ちょっと病んでるがすごく多かったのコメント。なので、それをみんなで合わせて書いてみました。確かにかっこいいけどね。みんな病んでるの好きなんだな、みたいな。で、あえて下から光が当たってる風にしてみた。そういうやつはこうだろうみたいなね。あ、これは YouTube で描いたアナログのイラスト。これさ、すごかったよ。いや、この動画さ、みんな見てなかったら見て。これ、日本だけじゃない。世界の国の形を引いて、その引いた国の形でイラスト描くのよ。ぜひ俺のを見てほしいよね。俺のなくなっちゃったんだよ。もう忘れちゃったな。レックンのイラストと斎藤イラストも結構神がかってるよね。俺、結構よくできたと思う。いや、私がまさかの日本を引いたから。まあ、日本はみんなイメージしやすいけど。いや、でもこれマジすごいよね。刀のほしい。この沖縄とかがこの尻尾になってたりとか、刀の鞘にするとかね。北海道がこう目のこの毛がにあるみたいな。これマジすごかった。ぜひ動画の方もね、私これめっちゃ特に S 君の絵が私ツボなんで、本当に S 君のイラスト面白いから見てください。なんとか共和国なんだよな。アンゴラ広告だもん。アンゴラ広告。みんな知らないでしょ、アンゴラ広告。今聞いてもぜひ見てほしい、本当に。あ、これ星野愛ちゃん。これはもうさ、もう私今年の一番の記憶は、とにかく推しの子のキャラクターだったんで。めっちゃ描いたね。やっぱ人気だったから。多分全部描いたでしょ。星野愛、星野アクア。ルビーも描いたし、うん、そうだね、描いたと思う。あ、こっちは結構、私のイラストのタッチで描いたアクアだね。これしかも結構時間かけて描いた方のイラストだね。これは1時間ぐらいだね。そう。描くやつだ。そう。これは、あ、これ視聴者の推しキャラ描いたやつ。そう、俺らね、アンケート取って、みんなの人気のやつを書いたら。だから、これ2023年のもはや代表キャラとみんな思っていいと思う。もう1位がもう星野アクアルティで、2位がレオズくんだったから、まあとにかくやっぱ今年は、ブルーロックも人気だったんで、山田くんも人気だったっていう。でも白子だったね。そうそう。まあ山田くんがこうすごい人気なのは、私結構昔一回案件やらせてもらってたから、嬉しいよ、アニメ化もしてさ、すごい嬉しいですね。おもろいしね、漫画おもろいし、ぜひみんな読んでくださいね。これはちょうどね、すんごい遅くなっちゃったんだけど、60万人のお礼イラスト。なんかもう1年越しぐらいに書いた気もするよね。いや、そうだね。本当に書くの遅くなっちゃって申し訳ない。次はだから70万人目指してるから、70万人いった時はまた新規イラストあげますので、ぜひフォローしてください。だから1年越しかもしんね、それも。いや、みんな早く書きたいから、みんなフォロー見てない人はぜひ今、ここフォローしてない人はね、今すぐチャンネルボタンをね、よろしくお願いします。これは私の連載キャラクターの、うっちゃんっていうキャラクターがいるんだけど、おしのこじゃないやってきたのキャラクターを、まあ、多分単行本が発売される前で、ちょっとね、宣伝してこっていう気持ちもあって、結構 SNS にイラスト上げてた時期で、趣味で描いたイラストです。そう、あ、これもそう、これはもう完全に待ってる。ワンピース実写化が今年、ネットフリでされたでしょ。あ、てかもう今度アニメももう一回作り直されるんで、私超楽しみにしてるんだからね。で、もう初期の頃のルフィとかその思い出しちゃった私。もうなんか、ワンピースのやつが盛り上がってきて、しばらくワンピースのイラストをここから描くっていうね。これはまた宣伝だね。だから、スミレ、主人公の。これを知った9巻が発売するときの宣伝イラストね。そう。これルフィだね。うん。なんか、チョッパーちょっといるし。そうそうそう。やっぱね、初期アニメルフィがほんと好きで、初期アニメルフィのタッチでなるべく描くっていうのをやってたっていう。これ、ナミとルフィ。めっちゃうまいわ、これ。いや、もう好きでさ、ほんと。で、これは自分のキャラだね。うん。ああ、これはさっき言った。そうそうそう。この辺だからもうずっと自分のキャラ、宣伝だね、もはや。押し切った宣伝。あ、この辺も宣伝、宣伝のイラストです。あ、これ YouTube で描いたやつだね。これと、これと、まあこれが3枚セットになってる。で、正直それぞれが違う環境で、確か描いてて、どれが一番うまく描けるみたいな企画だから、これと、これもさっきと同じような環境をそれぞれ変えて描くっていう。一人で考えて描くのと、周りから意見をもらって描くので、どっちがよく描けるかみたいなやつで、まあどっちかはもう言わなくても分かりそうなもんだけど、言わないからぜひ動画で確認してください。まあ、番狂わせがあるかもしれない。まあこの辺は比較的ね、最近のイラストなのよ。もうみんななんかこう見てくれてる人たちは、あ、見たことあるなみたいなイラストだと思うんだよね。なんか比較的最近のイラストなので、ぜひ動画と一緒に見てみてください。ということで、今回は2023年のイラストを振り返ってみました。ざっくりだけどね、これ。みんなどのイラストが好きだったか、ぜひコメント欄で教えてください。いや、本当に私それ知りたい。そしたらほら、そのイラスト、みんながこういうイラスト好きなんだっていうのを反映して2024年頑張るから。ということで、2024年もよろしくお願いします。では皆さん、良いお年を。バイバーイ。